こんにちは、にじこです。ちょっとちょっと来ましたよ、あの藤井風&ザピアノアジアツアー。ちょっと声が上ずっちゃう。いや、びっくりしたねえ。ちょっともうアジアツアーですってよ。アメリカと思いきやアジアツアーでした。びっくりした。ちょっと私言葉をなくしたんですけども、ちょっと言葉にしたいと思います。でこの、あのショートビデオがね、さっき来たんですけども、藤井風&ザピアノアジアツアー2023、いやー、アメリカじゃないんですね。だから、いや、今はアメリカにいるのかな、今はなんかレコーディングしてたりとかしてるのかな、ロスでね。それで、あ、コーチェラだって可能性ありますよね。で、アジアツアーですよ。まず6月からですよ。いきますよ。6月2日、ソウル。まずは韓国ソウルからですね。そして、1ヶ月空いて7月1日、2日、バンコク。いやー、もうね、バズった一番の要因はこのタイですからね。うん。そりゃ行きますよね。2日間タイです、バンコクです。そして7月7日ジャカルタ、インドネシアですね。そして7月9日、2日置いて9日がクアラルンプール。そして7月22日が台北、台湾です。そして7月29、30、2日間香港という怒涛のアジアツアーのお知らせです。2ヶ月6月から7月終わりまでね。そういうことだったんですね。びっくりびっくり。いや、あるとは思ったけど、なんかアメリカにいるからアメリカでやるのかなと思ったら、やっぱりアジアからだったんですね。でこの映像見てると、なんかね、ピアノ、そうそう、それそれ、藤井風&ザ・ピアノ、だからバンドがないんですよね。風さんとピアノだけですよ。もうやだ、私が見たくてたまらないやつ、全編風さんとピアノだけですよ。もう夢のような。そしてこの映像を見ると、お客さんがいるように見えるんですけど、これは何でしょう。プレコンサートみたいなのあったんでしょうか。なんでしょう、なんか結構な人が入ってるように見えるんですけど、なんでしょうね、これね、これもちょっと気になるとこなんですけど。そしていきなり祭りのアレンジね。またね、いかようにもアレンジできちゃうのね、素敵な祭りで。いやー、もうなんか、ってことないんだけど、いやー、そうでしたか。もうこれアジアの人たち嬉しいでしょうね。もう待ちに待ったって感じですよね。うん、本当にどのくらいの規模のホールなのか何なのかわからないですけども、本当にやっとやっと大好きな風さんを見ることができるね。みんな本当良かったですね、アジアの人たちね。なんかいいな、風さんとピアノだけか、いいな、ついいいなって言っちゃうけど、うん、いや本当に待ちわびてたと思いますよ。もうでいよいよ始まるんですね。でアジアツアー7月29日30で終わって、その後はまたどこか、アメリカとかヨーロッパ、オセアニアとかもあるんでしょうか。なんかすぐ日本じゃないような気がするんですけど、一時帰るとかはあるかもしれないけど、なんか日本でのライブはね、しばらくないっていうのは本当にもしかしたらこの1年ないということかななんて思ったり。でも世界を回るとしたら、まあそうなりますよね。いよいよ世界の風になりましたね。いやいや、世界回るとかって別に公式から知らされたわけじゃないけど、なんかそんな気がするなと思って。
もうね、いやなんかもう何とも言えない、もうすごい、でも思わず私拍手しちゃって、この映像を見てうわーと思って、もうなんか最高にあのスペシャルなステージですよね。いやもうバンドのあの素晴らしいステージももちろんいいんだけど、パナスタみたいなねアリーナとかね、だけど風さんとピアノだけっていうのも、特にそのすごい演出とかもなく、それもめちゃくちゃ贅沢だと思うんですよ。こんな贅沢なことはないとむしろ思ったりもしますよね。あーなんかいいな、私本当にピアノだけの風さんのコンサートっていうものに一回行ってみたいなってずっと思ってたんで、いいですね、アジアの方々もう先に体験してください。私が言うのもおかしいけど、本当にね素晴らしいですね。なんか今もう湧いてるでしょうね、キャーってもうわーってなってるでしょうね。本当に飛び跳ねて皆さん喜んでると思いますよ。うん、それを想像しただけでもね、あの私たちもね胸躍りますよね。うん、もうちょっとIt's your turn ですね。ちょっともう日本はたくさん楽しませていただいたので、じゃあ今度は世界へということで、いや本音を言ったらもう行きたいですよ、私も断然行きたいですよ。まあでもね、待ってる人たちいっぱいいるから、うん、うわもう本当に、ああもうなんかもう何にも手につかない。もうまたこれについてズッツさんから何かインフォメーションがあったりするのかな、ないのかな、まあまあなくてもいいです。もうとにかくアジアツアーが決まったということで、何かね、そのツアーのなんかそのなんていうのかな、結果ちょっとお知らせとかはあったら嬉しいなと思うんだけどね。うん、いやもうびっくり。そしてこれはこれも DVD じゃない、ブルーレイ絶対欲しいねって思いました。はい、ということでもうなんか胸いっぱいです。とりあえずなんか撮っちゃいました。ありがとうございました。ではまた。